リオカーベェン 5GB、リオとはデジタルオーディオプレイヤーブランドの名称である。北米、ヨーロッパ、アジア地域を中心とした携帯オーディオ市場で1998年から2005年の約7年間販売されていた。1998年9月、アメリカのダイヤモンドマルチメディアシステムズ社が世界初の MP3 プレイヤー、プマン F10 の 開発元である韓国のディジタルカスと社を買収。これによりインプマン F10 の次期モデルとして発表していた PMP300 がダイヤモンドマルチメディアシステムズ社より発売された。発売目前にアメリカレコード産業協会から販売差し止めの提訴を受けるも勝訴を勝ち取るという右翼曲折を経ての発売であった。手軽に曲の選曲、頭出し機能などの操作性の充実。 MP3 企画の普及とともに、従来の携帯プレイヤーの市場に食い込む人気、シェアを取っていった。1999年6月24日、ダイヤモンドマルチメディアシステムズからリオポートを分社化し、音楽配信事業を開始。リオ500以降はリオポート社からの発売となる。2000年11月には、イギリスの EN、インペイグ社を買収。これにより、 同社の製品の販売権の獲得及び HDD ベースのプレイヤーの技術を取得。2001年2月、センソリーサイエンス社買収。かつてゴビガオのレブ、MP シリーズの開発をしていたスタッフが、リオ600から開発に参加する。2002年10月16日、米 Ecast イイ社とリオポート社が合併。社名は Ecast を引き続き使うことになった。 以降の製品は再びソニックブルーからの発売となる。2003年3月にアメリカのソニックブルー社が倒産。その後日本の株式会社 D&M ホールディングスが MP3 プレイヤー、リオブランド事業を、HDD レコーダー事業を4000万ドルで買収し、販売を継承していた。7月にはライポートオンラインミュージックストアが終了。さらに、 アップルの iPod が MP3 プレイヤー市場でのシェアを急速に伸ばし、リオのシェアを急激に低下させた。経営が悪化し2005年7月に、ベイ・ EN、シグマテルに知的財産及び技術資産の一部を売却。同8月には MP3 プレイヤー事業からの撤退を D&M ホールディングスが発表。リオのブランド権の継承引き受け先のないまま9月末までに、 販売活動を終了した。2006年に行われた CES で、シグマテルが新型チップ STMP3600 を搭載した、リオブランドの新型プレイヤー、リオアバロン、リオキュービックを発表したが、立ち消えとなった。ただし、アバロンについては、デザイン以外ほぼ同等の機種を2007年にドイツのトレクスター社が、バイブスという名前でリリースしている。本文中の、 リオの価格表記は、特記事項のない限り、販売当時のメーカー希望価格での表記。初代、ウッパマン F10 を開発した、韓国のデジタルカスト社が開発を担当。このモデルより、リオポートオーディオマネージャーがバンドルされるようになる。元センソリーサイエンスのレイブ MP の、開発スタッフが開発を担当。2000インターナショナル CES で発表。 2002年11月28日に発売を発表。このシリーズ以降のモデルのソフトウェアはすべて元インペイグのチームが開発する。また、シグマテルのチップが搭載されるようになった。転送ソフトもリオミュージックマネージャーに変更された。2003年8月11日にナイトラス、千葉、カルマ、キャリ、ヒューズの発売が発表された。2004年8月2日、カーボン、 ージの発売が発表された。インペイグのインペイグカープレイヤーをベースにしたもの。リオジャパンでは、他の国では、ラインナップされていない海外の低価格プレイヤーを多数販売していた。これが、後に、シグニオに引き継がれる形となった。USB マスストレージクラス対応のチバ、キャリ、カーボン、フォージ DR、SU シリーズ、サインシリーズや、MTP 対応のカーボン、 12100以外の機種は曲データの転送に以下のような転送ソフトを用いる必要がある。株式会社 D&M ホールディングスによるサポート業務は2005年の撤退後も引き続き継続されている。米連邦地裁が MP3 プレイヤーリオの販売差し止め請求を棄却 PC ウォッチ2012年8月30日閲覧。ソニックブルー。 デジタルメディア企業2社の買収を発表。インターネットコムベースソニックブルー。ハードディスク内蔵。MP3 プレイヤー。リオカを発売エンタープライズマイナビニュース。リオ。シリコンオーディオプレイヤー。リオ SU30 を値下げ。AV ウォッチ。2019年12月1日閲覧。ありがとうございます。